エンリケ・フェルナンデス・アルボスエンリケ・フェルナンデス・アルボスは、スペインのバイオリニスト、作曲家。母国やブリュッセルの音楽院に学んだ後、ベルリンに留学して、ヨーゼフ・ヨアヒムの訓導を受けた。ハンブルクで、教授職を得たが、やがてマドリードに戻り、スペイン随一のバイオリニストとしての地位を築き、1886年からは、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを、務めた。 その後1890年に放映し、イングランドでも、名声を勝ち得て、ロンドンにて、王立音楽大学の教授に就任した。作曲家としてはいくつかのバイオリンの商品を残した、他、サルスエラ、世界の中心を作曲している。アルベニスのピアノ曲集、イベリアにオーケストレーションを施して、還元楽組曲版を作成したことでも知られているが、後に、 同曲集を編曲しようとしたラベルが、アルボスの編曲がすでに存在していることを知って、やむなく作曲したのがボレロである、というエピソードがある。ありがとうございます。